さっきまで、えー、車一時的にあれは整骨院に駐車してる車はなくなってたんですけどもパソコンを開いてね動画とかアクセスしたりし始めたらすぐに集まってきたであの者たちかなさっき外から挑発行為で何か図工だとか何かそういうふうなことを言ってきたの 女性の声であるのはまず間違いありませんまあ聞いたことある声ばっかりだから同一同じ同一犯なんでしょうけどすぐ車が集まってきよで もともと歩行練習とかだったらすぐそこの,あの桃源郷っていう老人ホームここからもう歩いて3分ぐらいのところとか、まあ、各種どこの老人ホームもそうなってるはずなんですけどもそういう設備あるはずなんですけども、まあ、この近辺でいうと岡場駅の近くだったら紅葉病院の近くにある老人ホームだから老人ホーム他にもあと もう少し、その桃園郷よりも、もう少し先に行ったところ、ええー、まあ、あちらが北なんですけども、方角的に。元幸北病院があった、まあ、二郎と田尾寺駅の中間ぐらいの位置にある、まあ、やや田尾寺駅側なんですけども、ええー、そこも老人ホームに変わっています。だからなぜ、春馬整骨院に、その、 いち,いちいちその、連れてくる必要があるのかっていうところで、本当はない。各設備がもともとある。もうこれは本当の話。で、それとね、あと、もう僕もね、テレビのニュースとかと、あと、警察官の人も、あの、老人ホームも、あんまり空きがなかった。 あの話を以前された時に、まあ、これ警察官の方を責めてるわけじゃないんですけど、まあ、観南さんっていう、まあ、まあどちらかというと、ちゃんとあの話通じる方の方なんですけども、も自分の,その親をその老人ホームに入れるとき、まあ、なかなか難しかったっていう、まあ、その難しいっていう部分が、もともと歩行困難にまでならなかったら、老人ホームに入居を基本的にできないんですよ。 で、もう働いていたから分かります。もう全員あの車椅子です。えー、ほぼ、ほぼ全員。まあ、歩行機の方が1名だけ、その一つのフロアにいただけなんですけども、あとはもう全員車椅子ですね。だから、車椅子に乗せてあげて、ベッドの上から。で、まあ、その、 そのカナンさんはご年配の方でしたから、警察官の方で。で、その当時と今状況はもうだいぶ違うんですよね。で、老人ホームがその、その頃、以前は広北病院だったところが、今は老人ホームに変わっているのと、あと北新生話題にも、老人ホームみたいなものがありますね。で、 その、桃遠鏡で働いていた時に、もう作られていたのかなもう作り始めたのが、まあ、ここ近年なんですけども、こう5年以内に新しくできた老人ホームが、実はまだすぐ、あの、向こうにもあるんですよ、方角的に。まあ、この辺の近辺の人だったら、まあ、わかると思うんですけども、先ほどのね、あの風景から。向こうの方の、あの、昭和シェルというガソリンスタンド、今は三菱に変わってるみたいなんですけども、 そちらの、あの、信号を渡ったところの右手に、ま左手の方がパチンコ屋さんですけども、パチンコパチするのかなもうよく、もうわかりませんけども、あの、お金に帰れるところ、交換場が目に見えておいた時点でアウトなんですけども、あの、もう証拠。で、右手、曲がったところに、その新しい老人ホームを でできてるんですよ小さな老人ホームですけどね。あの、テレビのニュース、まあ、新聞でも同じですけども、その高齢化社会、高齢化社会っていうのを言いすぎて、今度多分もう老人ホームを作りすぎてますね。まず間違いなく。だって、一、一つの駅の区間ですよ。 岡場駅と田尾寺駅の近辺に老人ホーム一体この人たちいくつ作るんだろうって。あと、あとはね、あのー、アリの中町で JA の、えー、店舗の近く、ちょっとあの、アリノ川を渡ったところの、えー、場所にある、うん、老人ホームといえば、まあ、うん、まあ、まだ、 歩ける方たちで、老人専用の、その、入居その管理者がいて、えー、まあ、そういうふうな、設備のところもありますね。だから、今度はもう、作りすぎた後だと思いますよ。で、今どうなってるかって言ったら、病院をもう作りすぎたっていうのは、理解できると思うんですけども、その、岡場駅と、 えー、五社駅の間にアドベンチスト病院。で、岡部駅の近くに再生会病院。岡部駅の近くに港北病院。その、岡部駅のすぐ近くの方の港北病院はまだあります。で、えー、まあ、総合病院で行くと、少し北に行くと、えー、新鉄道場かな。 まあ、道場っていう名前の入っている神戸電鉄の駅が、その、二つあったと思うんですけど、手前の方のところに、まあ、かなり大きな総合病院が出来上がってる。で、その再生会病院と、 三田市の総合病院を合併させようみたいな話が昨年あったんですよ。で、それは白紙にしといて、で、まあ空いてるフロア、本当に老人ホームが当たらないんだったら、その空いてる一フロアを、まあ老人ホームみたいな形で、ええー、まあ作り変えるだとか。元々はそれで良かったんだと思いますよ。 だから、サンダ市の状況はちょっと僕も詳しくよくわからないんで、ただ、あの、シサンダ市の行政の発表している10万人という人口は、あれは嘘です、サンダ市。あの、家の件数が1万件ぐらいなんですよ。じゃあ、10万人いるかって言ったら、いないんです。で、もっと昔の、インターネットのね、あのデータもいろいろあるんですけども、1970年代の3万人、で、そこからずっと人口横ばいで、で、途中からか多分加工してます、人口。もともと高校は、 ええー、三田市の高校って3つだけなんですよ。その時点で10万人いるわけがないっていうことは、本当はみんな分かんなきゃならない。家の件数見ただけで分かりますから、1万件ないのに、どうやって10万人いるのって、秋山であるの。 地方交付税法とかそれでたくさんお金が回ってくるから、海外の人たちの死亡統計とかが集まってきてなかったを理由にして、まあ、がお金を持っていた。だから三田市の市役所は、老朽化なんかほとんど見受けられないのに、新しく作り変えてましたからね、かなり豪華なものに。だから人口規模から考えたら、 もうちょっとした市役所で十分だと思いますよ。あとは、まあ、三田市、まあ、奥の方とか、まあ、それなりのスペースありますから、まあ、まあ、神戸市で言ったら区役所とかがあって、区役所の出張所とかがありますけども、まあ、三田市だったら空がないんであれば、市役所の出張所をある程度の地点に分散しておいてあげると。そういうことでよかったんだと思いますよ。で、また、あ、もある。 とは思うんですけどね、僕もあの三田市のこと、僕もね、その端から端まで分からないんで、で、多くの人は車乗ってしまったらもう終わりで、自分の街がどうなってるのかも分かんなくなるんですよ。たまにいろんな筋とか、その住宅地内歩いてみなかったら、どこに何ができてるかっていうところ。だからそれがここ1、2年前に、僕はこの辺とか歩き回って、その内科とかしかその歯医者が、 一一つの駅の区間の間に、まあ開業院みたいなところが、10件ずつ以上出来上がってる。本当は総合病院にも歯科とかあって、だから総合病院とかに、その、いやだから普通に考えて、歯医者さんが、この一と区間の駅の間ですよ。そんなに歯医者さんいるわけないじゃないですか。 いくらでもそんなペースでもし居なる人いませんよ。で、ないかもそう。で、何してるかって言ったら、ご老体の方たちの、その、認知力が低下してる方たち、ある程度の認知力を持ってるから、やっぱり、例えばね、北新ビルの、あのー、薬剤所でね、まあ何か、診察に行った後、 薬何々出しときますねになるじゃないですか。で、そこでね、窓口の人に、ご老体の方が、男性の方が聞いてたんですよ。本当にこんな薬飲まなきゃならないんですかって。で、それでも彼らは、彼女らは売りつける。本当は意味ないのにね。これが医療業界の実態で、 で、大寺整形画家も、あの、ピアス受付っていう看板を出していた。だからそういうのを早急に警察官が取り締まればよかったのに、それをずっと放置してる。これはこの地域のあたりの実態で、本当にまともな人間ばっかり集まってこなかったら、春山整骨院ですら未だに潰せてない。もともと判例があって解体させられているのに、建物。春山整骨院が。2003年解体された時期。 その判例をどこの誰が主張してたかなんですよ。その時、解体した時。昔覚えてたのは、あそこもね、もういろんな人間が出配置していて、鍵が出回りすぎてるから、いあのー、入るところの入り口を、昔はペケポンのね、あのー、木材のそこそこ分厚い、まあ、幅20センチぐらいある平たい木材をペケポンの字で、 打ちつけて、ドアをもう開けれなくしてたんですよ。それが2001年かな、それぐらい、2000年ぐらいの頃ですかね。で、この2もう一度、その、建設されたのは、その、裁判所自体が、裁判番号さえ分かれば、判決書類は出せるんですけども、その、裁判番号は分からなかった判決書類が出せないでしょう。で、 5年で廃棄ですから、その判決書のことじゃなくてあの、その裁判した時のその資料、証拠だとか、そういったものが5年で廃棄されるんですよ。だからその判決その裁判を、その春山整骨院を解体させるその裁判を、誰が行ったかなんですよ。で、これが世代交代等があると、年配の方がその裁判を行った場合、もう分かんなくなるんですよ。 その人たちしかわからないから、その実際法廷まで出て、その裁判番号をちゃんと記録した人たちしか。なか本当は国のシステムとして、これ最後の解決方法で、そこの所在地にどういうふうな裁判があったかっていう記録の出し方、その建物を営業。 辞めさせて、建物を解体させるところまで済んだところ、住所でね、出せるようにする、裁判番号とか判例を。多分それを作らなきゃならないと思いますよ。やっぱりその、20代で、 法律にそこまでたけてる人間が出来上がるかって言ったら絶対無理だと思いますよ。六法全書最初読めば読むほど余計け分かんなくなるでしょう。その次いろんな判例の話とか聞いた時に。だからまあその一件一件の事情、ケースによってその判例が変わってくるっていう重要な部分、なんか話ぐるっと一周回ってくれば いろんな内容を精査したときに、結局常識的にしていいことか悪いことかが本当はわかるんですよ。お金の周りから何から何まで考えたらね。だから正直、連れ去り介護でお金稼ぎしてるし、その昔会議が出回った話とかもあるから、今度入り口に2箇所作ってる。建物の形状見たらすぐわかりますよ。普通、ドアのすぐ近くにドアなんか作ったりしない。 で、そこに座るようなベンチ作りに来たのが、日本の、えー、サッカー代表の東野と、紅葉病院の、えー、今はどうか分かりませんけども、以前医者をしていた松川っていうものと、松川はその後、紅葉病院で、えー、副院長になってます。 あその後っていうのはごめんなさい。えー、っと、僕は一時期、こういうふうに通院させられたんですよ。それが2004年、5年にかけてぐらいの時期。2005年の夏場ぐらいまで。で、その頃は松川というものは普通の医者だけども、その後副院長になってる。 だから日本代表の選手で髪の毛染めてる人間ってもう何か相当悪いことをした方でしょ。もう大体そうですよ。これ警察官とか、あのー、行政の人間とかも自然と髪の毛染めるようになりますから。法律から離れていくと。自分に甘くなるから。義務教育で全員習いましたよ。髪の毛染めたらダメだって。それ通海洋基本多いやん。だから私が通ってたみんなと中学校なんて ってところは神戸市兵庫区の神戸伝説の港川の駅、降りたすぐ近くのところにあるんですけども、男子1年から3年まで、私の頃は全員丸坊主ですよ。それしておけば髪の毛染めるやつなんか現れないだろうっていう考え方。だけども、まあ最後にちょっとね、笑い話まだちゃうんですけども、男子で僕の記憶では思い出せる限りですよ、ま。あ 一学年百何十人といたんですけども2名ほどねあの、髪の毛染めたやつ出てきましたわ <laughs> からんもう丸坊主で髪の毛染めたがるその心理がもう全然わからん <laughs> いやよっぽどだから1名はしょっちゅう見てた番組がもう学校のその 同じねそのクラスの人間とか吉本新喜劇なんかもうみんな見てないんですよほとんどの人間はくだらんことばっかり言ってる人間が吉本新喜劇見ていてでその話ばっかりしてる1名が髪の毛されてるんですよもう大体話もう大体みんなもともと知ってた話もう話つながってきます 今日もね、あのー、防犯カメラの取り付けの方とちょっと話してたんですけども、昔どういうふうな状況があったとか、あの僕経由だけで、僕始まりであの、アダルトビデオコーナー置いてる、そのレンタルビデオショップ、絶対4件は潰してるんですね。思い出せる限りで、もう他、もしかしたらまた記憶もらってきたら、他も出てくるかもしれませんけども、だから、初動操作が、 な,なぜ有馬警察署はこんなに遅いのか全然わからない。ずっと放置。多分大本関わってるんでしょ、本当は。そういう人たちが多かった。本当は有馬警察署自体が、その方向性で、ちゃんとすぐに、あの、アダルトビデオコーナー置いてるとこはすぐに、あのー、潰すと。えぇ、ー、業務停止命令とかじゃなくてね、まあ、解散。伝えなんかもう、通算で、 日本全国でいうと500件以上潰れてるんですよ <laughs> 誰かにも教えてもらったらいいじゃないですかパソコンであのコピーしておいてピッてもうそこ今のね、あのー、どこそこのって住所と店舗名とかあとそこの働いてる人間とかの名前まあそれは警察官の方だったら簡単に調べれるじゃないですか職務質問で。 一日かからないでしょ類作るの本当に。<laughs> なんでそんなに簡単なことずーっと。ね民事訴訟法を見たらわかると思いますけど、最後の方刑事訴訟法みたいになってるでしょだ民事不解任はもともといらないんですよ。一つの法律だけを信じて動く人間が、その司法警察官とは呼べない人間なんですよ。っていうのは裁判を実際にしたことある人だったらわかると思いますけども、 矛盾する法律があるから、こちらの方が優先順位上ですよっていうのは、あとは判例でわかるんですよ。で、性被害者の人たちとか世の中たくさん本当に存在します。僕もその中の一人です。ね。2008年6月、有馬警察署の横のオートバックスのところで、立ちションべをしていた男はいて、足元にかかったと。で、僕は言いました。もうすぐそこに、 その当時はそこに、えー、ローソンはなかったんです。だから、田尾寺駅の近くのセブンイレブン行ったら、あのー、ちゃんとトイレ借りれるからと。もうこんなところでするなよっていうことを言ったんです。そしたら、後ろからコンテナのところに男3名隠れてきて、隠れていた人間が出てきて、で、えー、こちらを殴りたいだの、んだの言い始めて、 で、こちらは、自分たちがしたことが悪くないって言うんだなって、それだったらもう有馬警察署で話しようって、警察官間入ってもらってって。それでええやろって。第三者がおらんかったらこのもん話にならんやんかっていうことで、で、相手は同意して、有馬警察署に行く途中で、急に前後から殴りかかってきて、両側が終わられて、えー、神戸大学附属病院に搬送されて、そこでオペが終わった次の日に、大瀬マリナというものに強制わいせつされてるんですよ。 個人情報方法なんか、本当に信じて、何でも情報を隠していたら、隠蔽。だから、その辺、刑法は警察官の方たちだったらよく分かっているはずなんで、だから、本当にやってしまった人間を、あの、隠していたら、ね、 それこそ犯罪なんですから。から世の中に、まあ、じゃあ、アダルトビデオコーナーの話に戻しましょう。世の中でそういう風な人間が増えてしまうから、もう判例で決まってるんです。性暴力団って。判例があって。それがあるから、判例に背いた即逮捕の話があるから、つたやというチェーン店にさしているのは、もう置いたらダメよの話でチェーン店化させてるんですよ。判例があるから。もう置いたらお前ら逮捕よっていう。 これが答えなんですよ。もう議論も同じ。もうテレビで CM 打つぐらいのところはもう全部それでいけるし、もう他もそういうことを、本当はテレビのニュースに何回も放送してるし、本人たちにもそれを教えに行って、すぐに撤去しないんだったらもうそのまま逮捕で行ったらいいんですよ。簡単じゃないですか。法律ちゃんと読み解けば。判例の方が上なんですから。 これその辺のところが、この辺の地域の謎のところ。行がまだ残ってる。ありの中町です。以上です。で、あと、春山生骨院もまだ残ってる。以上です。医療業界との癒着は今まで他の YouTube でも散々言いました。300が問題のところとかね、精神病院について。 もう名前出てきましたよ。春山整骨院、松川、鴻用病院、医者、副院長。ちゃんと聞いて、いちちゃんとしっかり見守していたらわかる。<laughs>